チャオ、あっちゃんです。今日も、ね、あっちゃんへの質問、第4回あっちゃんに質問コーナー、の第5弾、はい、今回で終われそうな感じはするんだけどもね、はい、お答えしていきたいと思います。はい、今日はなおなおさんから、はい、こんばんは。質問なのかわからないですが、私も娘がいるのですが、いつも喧嘩ばかりで仲良くいれません。どうすれば仲良くなれますか？難しいね。子供ちゃんとどうしてもね、喧嘩になる時って、で、あのね、他人と喧嘩ってなかなかならへんのって、お互いにね、遠慮し合ってるところがあると思うよね。でも子供ってやっぱり自分が産んだ子供、とかね、まあ夫婦もそうやねんけども、心をやっぱりある程度開いてるからこそ喧嘩になることってあんねんね。お互いに尊重して、お互いに遠慮し合うと、なかなか喧嘩まで行くことって少ないと思うね。だから心を開いてる人ほど喧嘩しやすい。あと逆に心開いてへんのに喧嘩するのは、ストレスが溜まって、ね、溜まったストレスが爆発するときに喧嘩になると思う。だから、やと思います。あと、ネットとかの誹謗中傷とかみたいに、相手が誰かわからない、で相手に自分が誰かわからないから、ストレス発散に喧嘩する人もいてるけども、ね、親子間とか夫婦間っていうのはもともと心開いてるやん。だからこそ、お互いに遠慮せえへんから喧嘩に発展するんやと思うんでね。でもそれは悪いことじゃなく、お互いに何て言うのかな、心と心のぶつかり合いやから、喧嘩もいいと思うねん。ただお互いに人の話を聞かず喧嘩するパターンが多いねんね。だから喧嘩なんかなくならへんねんけど、お互いに尊重し合ってね。だからなんていうのかな、相手の子供の言うことを受け入れながら自分の意見を、で自分の意見も子供に合わせてある程度変えながら、歩み寄るっていう精神で喧嘩したら、ね、いずれ喧嘩はなくなると思うねん。ただ娘ちゃんがそれ分かってくれるかどうか、だからもし分かってくれるんやったらいいねんけど、分かってくれへんかったらね、あっちゃんのこのお答えをね、娘ちゃんに聞かせてもらって、ね、なんていうのかな、その後また様子見てもらったらと思うねんけどもね。やっぱりね、子供ちゃんも反抗期でもあったりとかね、自分の自我もあったりで、やっぱりね、親の操り人形でもないから、自分の自我でやることもあると思うね。もう寮もそうやね。うちも中学2年生だけど、光が小学校5年生だけど、お互いやっぱり小学校5年生も自我ある。もっと小さい頃でも自我はあったけどもね。それをね、潰して親の色にしてしまうっていうのも、子育てとしては違うとあっちゃん思うからね。だから自分の言いなりにさせるために喧嘩するんじゃなく、子供のためを思って言ってても、押し付けとかね、なったら子供は反発するし、だから、なんていうのかな、どんなことで喧嘩してるのかわからへんけど、もしね、その好きな人ができた、で、その人とどっか行きたいみたいな話になったとしてもね、それが本当に将来、ね、その子のためになるんかならへんか、言ってみたらね、まだ、ね、中学校とか高校生の恋愛とかでね、やっぱいろんなことしてしまうとね、後々後悔することがあるからね、だからそういう、特に女の子はね、だからそこは厳しくいかなあかんねんけど、厳しく言うと余計にね、その相手の人が好きやから反発することとかもできてきたりね、まあ、例えばやねんけどね、そんなんがあるから、逆にそういうことすることも全ても腹割って話すること、女の子は体が大事やからそういうことでって将来考えて、本当に結婚してからでないとダメだよみたいな、諭してあげるようにね。だからあなたはこういうことすることによってこういう被害が出るんだよみたいな話をしてあげたらわかると思うね。頭ごなしにあの人と付き合っちゃダメとか、な男の人と泣いちゃダメなんて言ったら即ね、反発される。逆に反発して余計にそういうことすると思う。で、分かってて反発すんねんね、子供ちゃんとかって。そんなこともあるから、でもね、結局ね、あっちゃん思うのは、子供ちゃんもほんまに親のことは嫌いな人はいてないと思う。で、親であって子供がほんまに嫌いな人もいてないと思う。だから好きすぎて喧嘩することってあると思うのよ。だからそこは喧嘩ばっかりするのは、なんていうのかな、そのもっとね、その人のためにっていうか、優しく解き伏せるっていうか、その
こういうことすることによってこうなっちゃうんだよ、だからしちゃダメだよみたいな話に、やったらダメとかこうしなさいでは子供は聞かへんと思うね。自分逆に自分がね同じ立場でもし言われた時だから、あなたやってることは間違ってるからこうしなさいって言われてはいっては言わへんでしょ。いや自分のやり方正しいやん、ほっとけやってなるでしょ、うん、そうじゃなくあなたはこうこうこうしてるけどこうした方がいいけどって、こうすることによってあなたはこういうメリットがあるんだよ、でも今やってることしてるとこういうデメリットあるんだよ、だからこうした方がいいと思うんだよみたいに話したら聞き入れられるけど、やってること間違えてるやんね、間違えてる、うん、そんなことしてるからこんな目に遭うねんって言われたらやかましいボケってなっちゃうねんね、うん、だからね、お互いにもその喧嘩になるっていうのはその人のためを思って言ってることで喧嘩になることが多いと思うね、うん、なんかその辺ちょっと言い方一つやと思う、あっちゃんは、はい、特に親子、兄弟、夫婦はそこのところを遠慮しない人が多いから喧嘩に発展することが多いと思う。あっちゃんちもそうよ、うん、やっぱあっちゃんはこんなこと言ってるけども、子供に勉強しなさいとか、うん、早く寝なさいとか、うん、ちゃんとご飯好き嫌いなしに食べなさいって言っても食べへんしねえへんのよ。でもそうすることによってこうなるからやめなさいって言ったら その日はね聞く。でも次の日また戻ってるけどねまあ言い続けることかなって思うんだけど、うん、ね、でと思います、はい、ね、はい、次、もしねこの質問でもね、まだいやちょっともうちょっと聞きたいってなったら引き続きコメントくださいね、うん、またあれします、ちゃんとまたそこから詳しい情報入ったらまたそれにお話もします、はい、次 ATA さん、あっちゃんドキュンと来たのはミキちゃんだけって言ってたね、はい、誰でも、そんな人といつ出会うのかな、どんな心構えたそんな素敵な経験ができるのかなと思います、んなのだろうか、あのね、あっちゃんはね、まあ、心閉ざしたり人のことを 見下すっちゃないけども、人のことをもう冷たい目でしか見えへんような性格してて、でまあ、いずれねやっぱりそのこのねこの家族しか言えないやっぱ長男後継ぎを作らなあかんとか、そういうね義務感でね、うん、人と付き合うのって嫌やったし、でもちろんね性同一性障害もあるから恋愛対象として女の子を見るのもね、その なんて言ったらいいのかな、遊んどって好きな人とか楽しく喋れる人とかっていうのくぐりはある。でもちろんその男の人とも友達にはなれるけどもっていう感じで、別に恋愛対象には見れへんとかいうのもあったけどもね、だからねそういうのもあって余計にね結婚なんてせえへんかもわからんって思ってた。で一生付き合う人とか別にどうでもいいやって思ってた。でもねなんかの突然偶然じゃないね、偶然はこの世の中ないね、必然やね、それは仕組まれてんねん、元からね赤い糸でつながってんねんね、その人と出会うことがあんの、うん、それがね突然やってくる、うん、ミキちゃんとの出会いも突然やった。あっちゃんは、そのチャットして会社の代表して、で会社これから盛り立てていかなあかんし、ある意味営業兼ねて、うん、言ったらねチャットして、近くの人らがねうまく仲良くなれて、うん、仕事につながったらいいやって気持ちでチャット始めたね、正直、うん、そういうちょっとよこしまな気持ちでチャット始めた。でみきちゃんはね、ずっと親がね、ママ母にいじめられたりとか、やっぱ家族のそんなんがあったりとかで、ね、なんていうのかな兄弟、お父さんのとの血はつながってるけどお母さんとは血がつながってない、ね、兄弟弟がねすごく仲良くしてるのに私だけ疎外感あるみたいなんでね、いつか家出たい言って一人暮らし始めたね。だ一人暮らし始めたらもっと寂しいよね、うん、なんかその寂しさから紛らわすためにチャットに入ってた。心は閉ざしたまんまね。だからチャットなんて所詮まあ文字との会話やから表面上楽しく会話できる場所ぐらいのレベルで入ってきたんよね。でその中で出会って2人がねいつものように楽しく会話してたんよ。それがね何かの偶然で2人きりになった日があった。でその時にじゃあちょっと気になっててみたいな話から2人盛り上がって心を開き合って、あこれはもう運命の人やったらちゃん思った。ミキちゃんもそう思って、でもミキちゃんは逃げてん、
その幸せっていうのを知らんかったから、幸せが怖すぎて。やっちゃんは、やっぱり人ってそうなんだって思った、でもやっぱり忘れられへんかった。ほんならみきちゃんにストーカーついたりとか、いろんなことがあって、困ったことがあった。で、あっちゃんもやっぱそんなストレスというか、楽しく話してて、違う女の子とも楽しく話したりしててね、それを見ててみきちゃんがね、我慢できずにまた入ってきて、その時にあっちゃんはみきちゃんのことをつかみで、話さへんかった。だからチャンスの神様は一度きりっていうから、前髪しかないっていうからね、過ぎてしまったらもう捕まれへんけど、この人やって思ったら自分に正直に突き進むこと。ただでもね、正直に突き進んで騙される人もいてるからね、そこは見極める目やと思うんだけど、目で見たらダメやと思うね。心の目で見やなあかんと思うね、だから結構ね、多いのが見た目だけ重視する人が結構多いの。だから、結局コメントでもあっちゃん見た目がどうやとかおかまやとかいう人っていうのは目で見てるからやと思うんだよね。それと一緒で、恋愛であっちゃんはだから目で見てないというか、本人も知らんのにね、文字だけの会話だけでここまでね、もう結婚まで決めるぐらいの人っていうのはね、絶対誰にでもいてると思うね。ただこの世の中でどこに生まれてくるかわからへんし、だから日本と、逆さまブラジルになるのかな、に生まれてくる人がいて、そこで恋愛する場合もある。でも一生会えへんし、隣同士に住んでてもね、一生つながれへんしと思ってる。それは神様が仕組んでくれた赤い糸やったっちゃ思うね。だから何しとってもね、運命の人は現れる人は現れるし、現れない人は現れない。で、なんかね、前に聞いて、一回動画で言ったと思うんだけどもね、魂のレベルをいつも一つの魂がポコンと二つに割れて、どっかに生まれて、その生まれた人たちがこう、どっか何らかのね、いろんなしがらみでくっつく。で、またくっついて、お互い死んじゃう。で、死んだら魂がくっつく。また別れるの繰り返しがね、魂を成長することらしいねんね。で、そこでポコンと割れて、今回は一緒にならんと、魂のレベルを上げるため、修行のために違う人とくっつきましょう言って、違う魂とくっつく場合があるらしいねんね。でまた魂レベルが上がっていって、なんていうのかな、魂が一つ一つ違うようになるって聞いたことがあんねんね。だからそんな感じで、この世に生まれてきて本当に運命の人と出会う人もいてるし、出会わない人もいてる。そういう人は来世に期待してくださいっていうことでね、だから意識してなかったもね、心構えもなくてもね、突然現れます。はい。で、一生結婚せえへん人とかもね、そうやって修行の、この世は修行の場って言われてるからね、修行でそうやって違う魂とくっつくんか、他の魂ともくっつかずに一人で修行するのか、そういう時もあるみたいやねんけどもね、なかなか何とも言えへんけども、でもね、何も考えてなかったも突然現れるみたいです。はい。答えになってへんかもわからんけど、そんな感じらしいです。はい、ごめんね。はい、次、キキちゃん、あっちゃん、毎日楽しく拝見します。ありがとうございます。質問じゃないかもしれないけど、カラオケで歌ってる時のミーウィーのあっちゃんのミーが見てみたいです。似てるかな、ミーだけであっちゃんってわかるかなと思っちゃいます。詳細差し支えなければミーを公開お願いします。はい、準備してました。これがあっちゃんのミーです。あれ、ピントが合わない。これほくろ1個しかつけられへんからね、顎につけようか目につけようかもんだけど、目の方がね、あっちゃん目がチャームポイントって自分思ってるからね、目につけました。で、目ね、片っぽね、右目がちっこいから右目ちっこくしたかったんけど、目は左右対称にしか作られへんかったん。で、髪型はこれね、前の髪型のまんま、何年か前、数年前に作った右です。これがあっちゃんです。はい、こんな感じです。三森さん、あっちゃん何回も言ってしまって本当に申し訳ないですが、自信がなくてまた聞いてしまいました。あっちゃん牡蠣本当に好きみたいで、いても立ってもいられなくなりました。うちの地域では牡蠣が有名なんですが、よければ牡蠣送りましょうか。ありがとうございますって言ってもね、質問してくれてからもう2週間経ったから時期外れちゃったかもわからんけど、ありがとうございます。嬉しいです。牡蠣大好きなんです。はい。で、干し柿も好きなら送りましょうか。いっぱいあって必要なければご連絡。ありがとうございます。干し柿もね、あっちゃん好きで、お父ちゃんがね、
ピュアちゃんがいてる家の屋上で時々干し柿つく、時々じゃないわ、柿買ってきた時とか作んねんね。干しといたら鳥につつかれて3分の2ぐらいなくなっちゃうねん。でお父ちゃんも動物好きやから、また鳥の餌になったか、はははーいと笑ってんねんけどね。うん、干し柿も好きです。はい、ありがとうございます。でも無理して送ってくれなくても大丈夫、気使ってくれなくても大丈夫です。ありがとうございました。はい、本当柿は好きですけども、はい、ありがとうございます。はい、みまりさん、はい、コメントも大したことを言うと本当にすみません。あっちゃんのご仕事大好きだし、これからも一緒にありがとうございます。本当も嬉しいです。あっちゃんのこと応援してくれてる人全てが大好きでね。あっちゃんみんなだから家族やと思ってます。うん、だからね、あっちゃんの家族、あっちゃんのファミリーって、うん、結構最近ちょっとね、揶揄されてるところあるけど、あっちゃんは、あっちゃんのことね、思ってくれてる人は全て家族やと思ってます。はい。本当ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい。次、ゆわみなさん、アンチって思われるようなことを隠しとって、結局あっちゃんのことどうしてほしいのかな、あっちゃんを自分の思い通りにの人にさせたいのかな、自分が他人に私の思い通りの人になれって言われたら嫌じゃないのかな、誰だって自分と意見が合わない人は距離を置いていますよね、そして自分と会う人と仲良くしちゃいますよね、みんなそうやって生きてるはずなのに、質問ではなくすいません。はい、あっちゃんもそう思います。うん、だからね、あっちゃんにいろいろアドバイスしてくれてる人をね、最初の頃ちょっとね、うん、アンチとか、あっちゃんもともとね、上から目線で言われるのあんまり好きじゃないし、人にこうしなさい、ああしなさい言われるの嫌い、好きじゃない。で、さっき、なおさんの質問にも答えした時も同じようなこと言っててんけどもね、うん、そうやって人にこうしなさい、ああしなさいって言ったところで人は変わらないと思う。で、何をしたいのか、その人はね、何をしたいのかっていうところで、もしあっちゃんの何かをこう変えたい、あっちゃんが、まあ、誰かのこと何かを変えたいと思うんやったら変えなさい言うたかって誰も変えへん、うん、その人はそうやって普通に生きてきているからね、うん、でもそれをまずなんで変えさせたいかとか、うん、っていうのを考えて、変えさせるにはどうしたらいいのかって言ったら、それすることによるデメリットを訴えてね、こうした方がいいんだよって言ったら人は変わるけど、頭からこうしなさい、ああしなさいって言われて変わる人はまずいてないってあっちゃんも思います。はい、うん、だから、うん、ゆわみなさん、はい、のおっしゃる通りです。はい、あっちゃんもそう思います。同じ意見です。はい、ありがとうございます。はい、で、伊藤香織さん、はい、あっちゃんまだ質問受けたまってますか。はい、大丈夫です。あっちゃんちの夕食の時に出てくる醤油プッシュタイプの詳しく紹介お願いします。はい、あと、おすすめの柔軟剤は、柔軟剤入りの洗剤なんですけど、ラボンスかな、柔軟剤いらずでしょ。はい、今度見てみます。ありがとうございます。醤油ね、この前なんかの時に紹介したと思うねんけどもね、置いてきちゃった。100均です。ダイソーです。はい、ダイソーのね、ダイソーのキッチン置きコーナーのところにね、ちっちゃい醤油のちっちゃいスプレーある、はい、あれです。はい、多分ね、普通のコスメコーナーにあるちっちゃいスプレーでも一緒やと思うねんけどもねあれ、まあ醤油って書いてあるから可愛いから買ってきてんけどね。はい、あれいいです。便利です。醤油の量減らせるしね。お寿司なんかやったらベチャってついてしまうからね、チュッチュッってやっといたらいいから。あれでもね、回転寿司とかにマイ醤油持っていく人いてるらしいよ。あれ持っていってチュッチュッってかける言ってたよあ、これやったらドバって出るからさ、うん、あ、そんなん言ってた。はい、ということでね、質問コーナー、第4回あっちゃんに質問コーナーの第5弾で、今回、今までいただいてた、10月28日までにいただいてた質問には全てお答えさせていただきました。ありがとうございました。はい、ということでね、これでちょっとね、質問コーナー第4回にもらってた質問ちょっと見ましょう。なんか質問コーナーね、じゃなくね、質問コーナーのコメントにくれる人もいてるから、新しい順、評価順にしたらね、出えへんときはね、ごめんね、うん、はい、ね、ちょっと待ってね、今、時間何分？
20分まだもうちょっと喋れるね。はい、じゃあちょっとちゃちゃっといきましょう。第4回質問コーナーの第4弾にいただいたコメントの質問があれば答えていきたいと思います。美穂鈴木さんがね、PTA の役員だったんで、これね、昨日気づいたからね、コメントでお返しさせてもらったね。またコメントにくれてて、そうな、お母ちゃんのトイレ介護あったりね、結構ね、中学校とか高校とかになってきたらね、お泊まりで研修会とかあんのよ。 PTA の役員ばっかりで、お泊まり研修会っていう名前の慰安旅行やと思うんだけどね、そんなんがあったりするんだよね。お母ちゃんはよ行ってた、うちの、うん、だからお母ちゃんね、だから行く日は炊き込みご飯して行くんよ、どっちゃり。おかまちゃんが5合炊きやねんけど、5合炊き2つ10合ぐらいね、味ご飯作っていったりとか、カレー大鍋にドカッてカレー作っていったりするね。で、今日夜いてないから泊まりで行くから食べといてねとか言ってね。あとね、 PTA の役員会って夜が多いんね。夜の、7時からとか、そんな時間子供にご飯食べさせるのに無理じゃんみたいな時間に集まれ言われても無理やったりね。あとね、9時とかからね、11時12時まで PTA の総会やったりすんねん。そんな夜中、夜なんか出られへん、子供寝へんね、子供寝かしつけられへんし、放っていたらお風呂も入らへんし、ね、帰ってたらえらいことになることもあるし、出られへんよっていう時もあるしね。あとね、最近はね、時間が余裕だから、逆に言ったら昼とかの時間なんか空いてるから、そんな時にやってくれたらね、行けんねんけども、行かれへん、ね。だからね、全参加は難しいね。だからその最初に断っとかんとね、やっぱり真面目なお母さんとかが、私全参加したのにあの人来いひんやんって言われんねんね。だから最初にできる限りは 出させてもらうけども、出られへんことがある日は出られへんのでって言ったら、はい分かりましたって言ってくれんねんね。そんな言うといて、できる限り参加しといたら嫌みないやん。逆に、あ分かりました、ださせてもらいます言うて1回2回休んだらね、あいつ来いひんだって言われんのよ。だからね、そんな感じで、PTA の役員はさせて、当たったら仕方ないからね、させてもらわんとあかんと思ってんだけど。あとね、お母ちゃんトイレ介護はね、デイサービスが月水金くんね。だから、火木がほぼ1時間おきぐらいで陽性電話かかってくるね。1時間、長い時で2時間持つか持たへんかよね。だいたい1時間から、ひどいとちょっと寒くなったりしたらね、30分とか20分に1回。で、おしっこさせて、立たせて、トイレ、ポータブルトイレのとこまで連れて行ってね。で、ちょろっ、ちょぽんちょぽんって終わりみたいな時もあるしね。で、なんか、おしめ、仕替えてとか、できる限りね、ポータブルトイレにはやらせてるんだけど、おしめの中にすることもあるしね。だから、そういうのでやってます。はい。でね、お父ちゃんがね、やっぱりその、おしめ替えのに、またもう汚してとか言って怒られんねんって。なんか嫌やから、あっちゃんがおるときはできる限りあっちゃん呼ぶからって言われて、呼ばれてんね。いろんな事情があるのよ。兄弟3人おってね。で、だけどあっちゃんに頼ってくんの、お母ちゃんは。で、土曜日はね、お父ちゃんが家に、土日はいてるからね、お父ちゃんおったらやっぱりね、お父ちゃんおんのに、あっちゃん呼んだらまた嫌な顔するから言って、土日はお父ちゃんに頼ってるみたい。だから、でも土曜日もね、時々いてないときがあるからね。その日は出かけられへんねんけど、お父ちゃんの日は出かけます。こんな感じなんでね。ですです。はい。ゆかちゃん、私の好み、あっちゃんの好みがぴったり、あ、ぴったり、いいですね。はい、あっちゃん、顔不細工で顔大丈夫ですよ。あっちゃん、見た目なんかは全然気にしない人です。何をあれね、言ってるんだみたいな、はい、ごめんなさい。はい、じいちゃん、うんこ拭いた後に時間経ってからなんか嫌、あんまり気にしない。だってさ、お母ちゃんのトイレ介護とか素手でシャチャって触ったりしてるから、あ、またついたみたいな時あるからね、あんまり気にしない。ワンちゃんのうんこもね、カチカチうんこなんかやったら手でピッて掴んでポイって捨てる時あるもん。あんまり気にしない。手なんか洗ったしまいやと思うから、車関係の仕事してたらね、うんこ踏んでったタイヤとか変えたりするやん。で、オイル交換なんかでもオイル素手で触んね。あっちゃんね、手袋ダメなんよ。なんかね、
皮膚に何かついて触るのってね、手の感覚がダメなんね。だからネジ締める時とかね、物触る時って手の感覚重視でするから、手袋履くのが嫌いなんね。だからそういう多分あれやと思うんだけども、何する時も手袋履くの嫌いなんだから、手袋履いた気持ち悪くてね、自分の感覚まあ 100% としたら多分2割3割ぐらいの機能しか果たしてない気がするね。手袋履いたら制限されたから、だけどそういうのがずっと続いてきたから何とも気にしない。で、ね、あと部屋布団とかね、カーペットとかその辺とかね、臭くなら分からへん、あんまり気にならない。うん、でもし臭くてか、時々ね、時々結構ファブリーズすんのよ。今はね、ファブリーズ何使ってたかな、なんかオレンジのファブリーズとね、で最近ね、量がね、男の子やからね、男臭くなってきた。だから男の匂い消すファブリーズをね、買ったんよ。どこ行った量使っとった、上もたかったかな、大島優子ちゃんコマーシャルしてるやつ、あれを買ってきてね、うん、あれを療養に使ってね。でね、時々ね、寮の友達がね、2、3人来んのよ。男臭い、男臭い、もう、ウェッ、イェッってなる。うん、ヒカルの友達もね、2、3人来んだけど、まだね、小学校5年生ではね、そんな男臭くはないねんけどもね。うん、でもね、うん、結構夏場とかやったら汗臭い、チャリンコとかで来るから、汗臭い時もあるからね。結構ファブリーズは頼る。ファブリーズ用へんねんだから。今もだからストックのファブリーズのね、詰め替え2つか3つストックしてあるわ。いつなくなってもいいようにね。で、ボトルはね、3本あちこちに置いてある。ファブリーズ大好きやね。はい。はい、ね、伯爵さん、あんまり細かいことは家族の中で気にしない方がいいよって、あっちゃんだってさ、一番くすぐれる場所、そうです。はい。そんなに気を使わなくてもいけないの。でも、うん、そう、別に家の中では気使わへんよ、うん、なっちゃんもそう、うん、だからね、やっぱり他人の前で屁こかれへんけど、家族の前だったら屁もこけるしね。だから、うん、でもみきちゃんとも最初に言ってた、みきちゃんもやっぱ恥ずかしがるやん、やっぱ女の子結婚したすぐって。でもええよ、別に体悪くなるだけは我慢しゃんでええよって言って、いやでも恥ずかしいからってトイレ行ってこいてくる、トイレ行ってこいてこいてんねんからええやん、もう自分の前でこの前でしたらええやんってね。もうそれぐらいフランクな家族で、うちの子供でもそう。だから平気で聞くんよ、好きな子できたかとか、学校で何したんとか全部平気で答えるしね。うん、だからそんな感じ。まあ今ねちょっとね反抗期になって、喋り方がね、なんていうのかな、ちょっとつけ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 してんねん、うん、つけつけしかトゲ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 してんねん、してんねんけども、でもね、学校であった話喜んですね。昨日も、ね、幼稚園でね、なんやねんね、おちっちゃい子可愛らしかったねとか言って喋りかけていく。なんか結構ね、うちそんな感じでね、家族は話してるしね、だからなんとも思わへんし、だから洗濯する時でも誰かのパンツと一緒に洗うなとかよう言うやん。なんかお父さんと一緒の洗濯で洗うのいらんとか、その全然言わへん。普通にポイポイって洗濯かごを掘り込んどくしね。自分で洗いやってたまに言うんだけどね。そんなんでね、ほんま気にせん。コップなんかでも回し飲みやしね、もう普通に1個のコップでみんな飲むから、だから、うん、そんな気にしてないね、うん、だから大皿ドッカンで取り合いしたりとかね、全然普通普通とか、食べてて、おにぎりとか食べてて、それどんな味すんのちょうだいとか言って食べ合いしたりとかね、全然だからなんとも、だから裸でおってもなんとも思えん。そうやってね、心開いて、心に壁持ってたら、他人と接する時って絶対壁作ってるから、その壁をね外して裸の自分でおるが一番くつろげんのよ。だから服もね脱いで裸でおれる空間って一番くつろげるってあっちゃんは思う。そう思います。はい、はい、サリサリさん、はい、ちょうどねうちの子供も中2ぐらいから反抗期、あ一緒やね。反抗期やけど、両優しいの、優しいと思う、まっちゃんも。裸族で、裸族開放的で、そうね。裸族でいてる方がね、人間って自分の体温を自分でコントロールするらしいねんね。だから、エアコン入れた涼しい部屋におったら、自律神経がおかしくなるらしいね。服着て、服でも服、着たりとか脱いだりとかで調整するより裸でおんのが一番ベストやねんって。自分のその体温調整とか自分の体がしよるからね、それがだんだんね、機能が服着ることによって
温度調整することによって、ね、暖房冷房を入れることによって自律神経がね、自律神経が、そのなんていうのかな、体温調整する機能が衰えてくんねんて。人間そうやんか、今までパワーステもないブレーキもパワーもない車、マニュアルの車をお姉さんが普通に乗ってたのに、今おっさんがさ、パワーステとか音まで ないと乗れへんって言うやん。そんだけ人間軟弱になってんのよ。これと一緒でね。だからエアコンとかに頼りすぎて体温調整できへんかって弱い人間生まれてくるの。だから裸族っていうのはね、効率いいと思うよ。はい。ってあちゃんは思います。うん、で、ね、何の話やね。忘れた。そう、エアコン。エアコンもね、ここ最近エアコンなかったら生活できへんけどね。うん、あっちゃん子供の頃なんか家エアコンなかったやん。まあ、扇風機しかなかったやん。それでも生活してた。車なんかエアコンついてる車ね。あっちゃん子供の頃エアコンついてる車ってなかったん。うちお父ちゃんが車安してたからエアコンつけてんけど、あの当時でエアコン20万してんね。あっちゃん子供の頃20万って言ったら、何買えたやろ。多分今の100万円分ぐらいの値打ちであるんちゃうかな。軽音が40万ぐらいで買えてん。今ワゴンあるのとかやったら200万ぐらいするからね。4倍ぐらいになってんね。だから20万やったし、ね、80万ぐらいの値打ちぐらいのね、うん、エアコンをね車につけててね、うん、だからそんなもうつけられる人いてないから、みんな窓開けて走っとった。砂ぼこりの、まあね、アスファルトもね、なんか砂利道とかあったからね。その頃なんか砂利ブワー入ってくるから閉めなあかん、閉めて汗だくんないながらね、家族汗だくんないながら旅行しとった人いっぱいおったからね、うん、だからそんなんでエアコンとかつけることで、もう今エアコン外してなんか走られへんでしょ。車エアコン壊れて我慢して夏乗れたら乗らへんでしょ、うん、そんだけ人間軟弱になってると。だから昔の生活に戻すっていうのはいいんじゃないのかなと思う。だから裸族っていうのはね、あっちゃんね、効率いいと思ってやってんね。なんか後付けみたいな理由やな。うん、でもね、ほんま解放されるしね。もうあっちゃんもパンツのゴムで抑えられるの嫌いやからね。もうだから家におるときはもうね、パンツ脱ぎたいとか、うん、あるよ。だからほんま、もう冬寒いから負けるからね、もう、うん、ちゃんと履くけど、っていうかパンツはちゃんと履いてるけどね最近。夜は脱ぐけどね。寝るときはダメなんよ、どうしても。うん、起きてるときはまあまあだ我慢できるようになってきてんけど。はい。そんな関係ない話どうでもいいですね。はい。はい。ゆかちゃん、ゆかちゃんも訳ありの、一人暮らしの母親のヘルパーさん、デイサービスでお世話になってます。ほんまデイサービスの人お世話になるよね。うん。残りの時間はトイレ介護したりしてるから分かってるけど、本当に役員とか参加できません。そうよね。やっぱほんまにね、それに携わってない人は分かってくれへんねんね。うん、そうそう。だからね、いろいろ陰口言われることもあるよ。うん。だから今回もね、子ども会の会長を今年当たってんけど、お母ちゃんの介護あってどうのこうの知ってくれてる人がいてるから、あっちゃんあるからか、会長、ね、私に変わるって変わってくれて、で、まんまり悪いし、できる限り出るよ言って、うん、そんな感じの人だけど、なかなかやっぱりね、今年は今まで仕事してた時以上にね。仕事してたらお母ちゃんが遠慮してあっちゃんに言わへんねん。でも今家にいてると思ったら平気で言うてくるから、逆にね時間がね取られてること多い。、うん、まあね、まあ世間には分からんとは思うんだけどね、こうやって分かってくれる人がいたらそれだけで十分です。はい。ね、身内助け合いしたいけどやはり呼ばれるのは私。そうやね、やっぱりそのいろんな事情もあるしね、お母ちゃんもね言いやすい子供もいてるからね、一緒一緒。ほんまに一緒やね。うん、ね、ひまわりさんもね介護をね手伝うんだけど、家事もあるしね、ほんま大変やんね。うん、ね、介護もねやっぱりその機械的にやんのと自分の側でやんのと、その人の気持ちになってやんのとね、やってもらってる人の安心度とか違うからね。うん、かっちゃんいつもそうやね、お母ちゃんが今こうやって足左あかんから、そうやったらどこを支えてあげたらいいかって考えてるからね。やっぱあっちゃんがこうね、サポートしてくれてる時が一番ね怖くないって言ってくれんね。うん、だから余計まーちゃん呼ばれるのもあるのかもわからんけどね。インダイさんもですよね、大丈夫って言ってくれてる、ね、ラドク大丈夫、うん、風もね、でもラドクになってからね結構ね毎年風邪ひどったん、うちの子供もまーちゃんも、うん、でもね最近ね、ヒカルがね、ヒカルは特にやねんけども、リョウはなんか、リョウもそれ風邪ひかなかったな。
ヒカルもね、あんまり風邪ひかない。まあ、鼻炎ひどいけどね。うん。ね、うん。そう、ラドクになってからね、小さい頃はちゃんとね、あの服も着てたんよ。でもね、うん、ね、喘息持ってたけどね、最近でもね、ラドクで風邪もひかへんしね、風邪ひかへんかったら喘息にならへんからね。うん、だんだん強くなる、抗体できてきてるんちゃうかなと思う。はい。で、桜さん、うん、感情とか言い方は日々変わるから、次の嫌になることだったらみんなそうじゃないかな。で、そうね、と思う、あっちゃんもそう思います。はい。うん、SR さん、そんな軽いもんじゃない。いや、それはね、人それぞれやと思うね。うん。あっちゃんは、そうやね、軽いとかね、そういうのじゃなくね。うん。で、桜さん、頭悪いです。すいません。いや、そんなことないですよ。うん、あっちゃんもそう。あっちゃんも、まあ、頭悪いかもわからんけどね。うん。でも、あの、人それぞれで、いろんなこと深く考える人と、深く考えない人とかもいてるからね、うん、だから自分の物差しで見たらおかしいって思うけど、その人はやってるから、逆にその人から見たらあんまり深く考える人はおかしいと思う。だから家の中に帰ってきて家族やのに裸になられへんのがおかしいと思うもん、逆に、うん、だから言うてみたらね、お父ちゃんとかお母ちゃんとね、一緒にお風呂入られへんとかってもおかしいと思うね。で、親のね、あのお父ちゃんのパンツが汚いとかどうのこうのって言うと、いや、あんたそっから生まれたんでしょみたいなね、うん、だからそこが不思議、わかんない。それ逆に言うたら他人の夫婦がね、うん、他人が夫婦になってんのに子供作る行為とかするでしょ、逆におかしいと思う。おかしくないけどね、うん、なんか家族やねんから別に裸でおんのがおかしいこともないし、うん、なんかそんなんと一緒で、人それぞれやと思うね、考え方、うん、まあね、10人おったら10人考え方違うし、100人おったら100人考え方違う。その中でもね、賛同する人おるけど 100% 賛同する人はいてないと思う。やっぱりみんな自分の生き方考え方あるからね、うん、だから自分の物差しで人を見るっていうのはね、世間狭くなっちゃうから、あっちゃんそういうの、そういう見方するの嫌いやから、うん、だから何も気にしない。それみんなにそうしなさいとは言わんけどね、うん、あっちゃんはそういう考え方な、うん、SR さん、忙しくて少し動画を見てなかったからがかなり投稿されてびっくり。あっちゃん1日10分ぐらい出すからね、うん。時間あっていいな。意外とね、時間はないんですよ。時間はね、あの、あるんじゃなく、時間は作るもんな。だから、あっちゃんはね、動画撮るのは、だから、なんていうのかな。動画撮るのは動画撮る時間として作ってるし、編集する時間は編集する時間として撮ってるからね。うん。だから、意外と逆にね、時間ないよ。だから、図書館行きたいんだけど、まだ行けてないね。もっとひどかったらね、パン買いに行く時間なかったね、夜中のね、3時とか4時とかにね、編集終わってパン買いに行ったりするね。時間は自分で作るもんやと思う、うん、だからね、時間あっていいなとか言ってる人は自分の時間をね、作ってないんやと思うよ。時間なんて作ったら作れんのよ。だからあっちゃんもう作らへんから、時間がないないって、忙しいって思ってんねんけどね、うん、作れば作れます、はい、で、これね、あっちゃん言われたもん、昔あっちゃんも言ってて、忙しい忙しいってな、すごいね、余裕な おっちゃんがおったん、あっちゃんちょっと上、一回りぐらい上のおっちゃんやけどね、そのおっちゃんがすごい自由に見えて、おっちゃん自由やなぁ思って、一回聞いたことがね、おっちゃん自由ですね言ったら、もう自由やって、で、あっちゃんに、あ、じゃあなんでなあれなんて時間ないないとか忙しい言うてんねんって言うから、いや仕事に追われて、なんやらで追われてとか言って言ったら、追われてちゃうねん、自分で追っかけへんからやって、はぁって言ったら、時間みたいなな、自分で作ろうと思うんだ、作られへんねんって。だからもしな、うん、1泊2日で外国行きたいなって、韓国焼肉食いに行きたいなと思ったら、1泊2日2日間2日分の仕事を1週間あったら1週間7日あんねんから、うん、5日で詰めりゃええねんって、夜寝やんとしたらええねんって、うん、だからその2日間の時間を他の日に持って行って、2日間時間、俺はこの時間は誰にも侵食されへん時間作んねん言って作ったらええねんって、それ作らへんから忙しい忙しい言わんなんねんって言われたり、その時に、あ、そうなんやって思って、だ時間は作るもんなんやと思ってね、そうやってたらね、作れます。うん、なんか今もそう、結構忙しいバタバタするけどね、バタバタして時間に追われてるだけやねん、だから作ったら作れんねんね、うん、そんなちょっとした考え方の違いです。はい、エサラさんも頑張ってみてください、時間作ってみてください、自分の時間はね、うん、子育てとかね、大変。あの、お母ちゃんがね、時間ないってのわかんねん。24時間お母ちゃんはお母ちゃんやねん。うん、あっちゃんもね、自分やってみてわかる。だから夜中ね、
ほんま夜中子供熱出すこともあるし、喘息出ることもあるし、ね、朝になって急にね、こんなんいいね言うこともあるし、学校行っとってもね、喘息出たから迎えに来てくださいって電話かかることもあるね。一回寮がね、学校で怪我してここパッスン切れてん、柔軟針塗ってん、その時まっちゃんおらへんかってん、出とってん、その時学校から電話ってかって言って寮がね、ここんとこ怪我したわって慌てて仕事捨てて行ったよ、病院まで直接ね、うん、まあ、そんなこともあんねん。だから24時間ね、親は親でないとわかん。でも、うん、特にお母ちゃんはね、うん、24時間お母ちゃんやからね。だから自分の時間はね、ほんまにどうやって作るかって作っていかんと作られへんと思う。そうやらんとストレス溜まって仕方ないと思うよ。うん、はい。この作さん、ファンの方ではないですが、ライブで発言されていました。少し誰かがその言い方に対して失礼な発言をしました。はい。今後このようなことをしたいです。そうやね、やっぱりね、お互いにね、やっぱりみんな人やからね、その自分はね、キーボードを打ちながらこう喋ってるから相手が見えてないから平気に好きかって言うけども、うん、やっぱりね、その先っちょには自分と同じようにキーボードを叩いてる人がいてるって思ったらね、その発言ね、ほんまにここリターン押していいのかなって、これほんまに送信していいのかなって考えたら分かることやねんけど、できてない人が多数いてるんでね、その辺やっぱりちょっとね、考えながら、まあ、まあね、そんな考えてて楽しまれへんかも分からへんけどもね、まあ、考えながらやってもって、トラブルのないようにしてもらったら嬉しいです、あっちゃんも。はい。ね、かよさんっていうのかな、裸族はいいかもしれませんが、見ている方は不快に感じるのでは。お友達が着ているても家では裸なのかな、パンツぐらいは履いた方がいいと思うかもしれませんけど、友達着てる時はね、やっぱ恥ずかしいんかして服着てるで、あとパンツもね、履いてる時もあるし履いてへん時もあるねん。で、ヒカルはやっぱりね、パンツのゴムが嫌がんねん、うん、で、できる限り履かしてるし、動画にもできる限り入らないようにしてんねんけども、やっぱり映り込む時があるのよね。で、その時はね、カットはしてんねんけどもね、うん、まあでもこの辺が映ったりはしてるけどね、その変なとこは映らんようにはしてんねんけども、ね、本人もまあ気はつけてるみたいやけど、うん、でね、まあね、言ってみたらね、 YouTube なんて、外国の YouTube なんかでもほんまにもうね、もろポロリしてるとかとかもあるからね、それを選んでみんのも視聴者さんやと思うね、うん、だからそれでね、もし不快に思われる方はね、もう見てくれへんと思う、うん、でもそれを見てね、やっぱり不快に思わへん人はまた見てくれると思うからね、そこは視聴者さんが選んでくれれば結構やと思います。はい。で、ズクさん、あっちゃんは、お母ちゃんは可愛げがあって明るくて余白がある方が子供はいいんだよって、いつも明るく素直で入れられる秘訣を教えてくださいとね、楽しむことです。だから何することも楽しむこと、あ、じゃあいつもね、お仕事でも楽しんでくださいって言ってるけどね、それと一緒で、子育てって、子育て、自分が産んだ子供やから責任持って育てなダメなんだ、しやなあかんねんっていうね、脅迫観念にとらわれたらね、どうしてもやらなあかんからやってる義務感が出てくるんだけど、逆に子育て楽しいなって、こうやってちょっとずつ大きくなっていってね、反抗もしよるしね、で家から育っていって寂しくなるやろうけどもね、出ていくことによってまた新しい家庭ができて、うん、子供、孫が生まれて、また新しい家族が増えてって楽しいな、それにするために今も楽しんじゃえみたいに思って楽しく子育てしてたらね、いつも明るく素直に入れられると思う、うん、でやっぱりね、家族であってやっぱり言うことは言う、ずけずけ言うで、お互いで子供からもずけずけ言われても、とことんぶつかってでも自分の意見を通すんじゃなくね、自分が納得するで相手も納得するっていうね、融合点を目指した喧嘩はすることやと思う、うん、融合点のない喧嘩、自分はこう思うからこうじゃないとダメ、いや私はこうじゃないとダメっていうので反発したる喧嘩は一生くっつくことがないからダメやと思うけど、自分はこう向いてんだけど、なんでこの人はこっち向いてんのかっていうのを考えながら喧嘩するのね、こっちの人はなんで自分もこっち向いて、こ
こっち向いてんのに相手はなんでこっち向いてんのかっていうことを考えながら喧嘩したら、お互いにだんだん歩み寄れてくんねんね。そういう喧嘩をしていったりとかね、喧嘩っていうかズケズケ言うっていうのはそこやねんけどね、うん、だからこんなことやっていったりしてね、結局やっぱ何でも楽しむこと、家事でもそう、お料理でもそう、子供が美味しいって言ってくれるのが楽しい、だから、ね、ちょっと手間かけてでも美味しいって言ってくれるものを作る、うん、でお野菜は食べさせたい、でもまずいから食べない、やったらお野菜をどうやったら美味しく食べてくれるのかなって考えて作ってたら楽しいねんね、うん、だから結構ね、子供の野菜が少ないとかいう人とか、子供にのあのなんだ野菜小刻みにしすぎて食感がどうのこうのけど、食感が嫌だから食べてへんやつにね、食感を残したところで食べへんから、それやったらもうね、ミキサーでジャーって混ぜてクリームにしてジュースにして、もう言ったら野菜ジュース飲ましときゃ飲むからね、リンゴさえ入れといたら、リンゴとかね、いちごとか甘いもん入れといて、バナナとか入れといたら野菜ジュース飲むから、嫌いなね、なんだ、青臭いピーマンとか、嫌いなね、そんなんでも食べるからね、うん、だからそうやって飲ましていく、だから、まあ、美希ちゃんが言ってたのが、いや子供野菜嫌いから食べへんかったらね、野菜ジュースでもいいから野菜取らしてねって言ってたんけど、結局野菜ジュースでも結局野菜取っとんのと一緒やから、うん、そうやってね、なんか楽しくなる、でもそれでも大人になって食べてへん、好き嫌いのある大人になったらあかんから、うん、それをなくすためにちょっとずつちょっとずつね、食べるように訓練していくのにね、小刻みにしていくとかペーストにするとか、だんだんその粒を増やしていくとか、ね、で生で食べさせてみるとか、あったかくしてみるとかね、でそうやってね、ちょっとずつやるのをいやいややるんじゃなくて、こうやって、あ、食べてくれたら楽しいなって思いながらね、じゃあ食べへんかったら次回絶対食べさせてあるぞって言ってね、なんかそのゲーム感覚で楽しんでたらね、結構、うん、お母ちゃんは楽しくいけます、うん、です。だから、うん、まあ、他人っていうか外野のね、いらん横やるはまず聞かへんこと、自分のね、自分が楽しめることをやっていったらね、楽しくなっていくと思うっていうのが、うん、あっちゃん流の秘訣でもないけどね、あっちゃん流の楽しみ方です、はい、何でも楽しくやったら楽しいです。同じなんよ、いやいややってもやらなあかんし、楽しくやってもやる、ね、だから嫌なことって時間長いけど、楽しいことはあっちゅう間に過ぎるからね、だからどんなことでも楽しんだらいいと思います。でリンゴスタさん、あっちゃんの、車とかの仕事について話してる時が一番好きかも、もっといろんなことを教えてすごく勉強になります、ありがとうございます。あっちゃんね、車の話してたら聞きしてるかな、やっぱ車好きやからね、うん、やっぱね、車屋の、ね、子供に生まれてずっと車で育ってきたから、やっぱ車は好き。でもね、やっぱり仕事から離れてね、2年前ぐらいからね、車に対する情熱ってなくなってた。でも、もう車なんて動きゃいいやって思っててんけど、やっぱり車の話すると戻ってくるんだよね、その感覚、うん、やっぱ車は楽しいよ、うん、まずね、よかったら何なりと聞いてください。車のことで分かることやったら答えさせてもらいます、はい。ということでね、第4回にもらえた質問この辺で、質問じゃない、コメントこの辺で終わるんで、次またね、第5回のこの動画が上がったら、この下にまあコメントもらえて、もし質問があればお答えします。で、第4回の質問コーナーのところにもう答えてもらってもあれなんで、また近いうちに第5回質問コーナー作ります。あっちゃんお答えするのにこんな時間結構ね、1ヶ月近くかかっちゃったから、これ言っちゃったっけ、9月やから全然1ヶ月ぐらいかかるから、うん、そんな感じでまた第5回も募集近い時間します。で、普通のところにコメントもらってもお答えできへん場合かなりあるんで、質問コーナーに質問ください。できる限り質問コーナーは増やしていくんでね、でないとね、もうすごいコメント来るから、ほんまにね、で、この人この人って答えたりとかね、コメントすごいからね、見てていつか答えようと思ってて、どこかコメント言っちゃってわからんくなるコメントもあるからね、もうその質問コーナーにください、はい。ではよろしくお願いします。ということで、今回第4回質問コーナー、この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。